GHS の高い急性毒性を示す、表彰ディレクティブ 67-548EEC が定義する EU での一般的な毒のシンボル。毒、毒物は、生物の生命活動にとって、不都合を起こす物質の総称である。毒物及び劇物指定例が定める毒物については、毒物及び劇物取締法分類を参照。毒は、 生命活動にかんばしくない影響を与える物質の総称で、そういう性質は毒性と呼ばれ、また、そういう性質があるものは有毒と表現される。専門に扱う学問には、毒性学がある。英語では、抗議の毒すべてを総称して、ポワゾンと呼ぶ一方、昆虫を含む動物が噛んだり刺したりすることによって注入する毒をベノムと呼ぶ。 また19世紀に生まれた学術的な概念として、動物、植物、微生物を含む、生物由来の毒を総称するトキシンという語もある。つまり、ポワゾントキシンベノムの順に範囲が狭くなっている。毒物が生体へ影響を与えるメカニズムは毒により異なるため、不都合の種類と程度は、毒の種類とこれを与えられた生物とにより多様である。また、植物の場合は、 蛇や蜂などの能動的な攻撃と違い、食べられないようにするためなどの受け身的な性格が強い。また、その物質が微量だけ存在することは生物にとって必要だが、一定量以上ある場合には、毒としても働く物質もある。例えば、ミネラルの一種のカルシウムは骨の形成に必要であるが、摂取しすぎると腎臓を痛めることになる。また、ビタミン A などは、 不足すれば失調するが、過剰摂取でも様々な疾病の原因ともなる。下毒と呼ぶとき、伝統的な医学では、薬物やエタノールを毒とする一方、一般に広まった食事法が想定する毒とは、汚染物質、残留性有機汚染物質など、合成化学物質、重金属、加工食品、その他の潜在的に有害な製品を包含する言葉である。 人体に重篤な影響を与える毒に対して別の薬物を投与して無害化し影響を抑えることを下毒という。ただし毒物も生物の生理機能に与える影響が強烈であるというだけであり、これの作用量を測りと的にコントロールすることで医薬品として用いられている製品も多々存在する。過去に発見された様々な毒物も おのおの医療面での利用方法が研究されており、トリカブトやガマガイルの毒も古くから漢方薬などで利用されていたことが知られている。ケシカの植物に含まれる物質も麻酔薬、麻薬の成分になり、医療用麻薬として手術や疾病の疼痛緩和に使われるが、過剰摂取等をすると依存症になり、死亡したりする。 ある生物にとっての毒が別の生物には毒でないこともある。これは下等生物にはほぼ作用しない特性があり、結果として誤神の役割を果たしていると考えられている。例えば油中植物に含まれるイソチオシアネート類やネギ科のアリル化合物類、カフェイン、テオブロミーなどはかなりの動物に対し猛毒であるが、 人では、接触するに問題ない程度に無毒化できる。玉ねぎ、ニンニク、ニラなどのネギ属に含まれるアリルプロピルジスルファイドなどがヘモグロビンを酸化することにより、溶血性貧血を起こし、猫や犬、うさぎではごくわずかな欠か片や、だし汁などでも中毒を起こして死亡することもある。また、抗生物質は細菌にとっては毒だが、その他の生物には害を与えることはない。 同様の選択性は多々あり、女中肉のようにピレスロイドは、昆虫には、致命的な毒が、哺乳類や人にはほとんど無害であったり、逆に波浪風毒素やストリキニーネは、昆虫より哺乳類に0 0 0倍から1万倍毒性が、強い。ダイオキシンは、モルモットとハムスターで、数千倍と毒性の差があり、物質によっては哺乳類同士であっても毒性が、大きく異なる。 人への外装を目的とした動物実験においてはこの選択毒性を注意する必要がある。16世紀に活動したイシパラケルススは全ての物質は有害である。有害でない物質はなく容量によって毒であるか薬であるかが決まると説いている。現代の毒性学でもほとんどの物質は多かれ少なかれ毒性があるとするのが基本的な考え方である。 砂糖や塩とて大量摂取すれば危険だが、これらは毒とは言わない。毒とは大体口実の毒物や劇物に相当する程度の毒性があるものと考えられている。日常的に毒と称するのは、急性毒性あるいは慢性毒性を有する物質だが、その他に発がん性、再起性、生殖毒性などを有する物質も多く、極端な例としては、 発生段階において強力な再規制を示すが、その他の毒性はごく弱いサリドマイドがある。毒は高温動物には備わる例が少なく、モン動物や昆虫類、貝類などに多い。フグ毒はテトロドトキシンといい、神経電流を遮断するため、神経を含めた骨格筋を麻痺させる作用がある。フグの種類、部位ごとに、 毒性の調査が行われており、いわゆる谷の日本産フグの毒力表では、v 10g 以下で致死的なものを、猛毒、10g 以下で致死的にならないものを、強毒、100g 以下で致死的にならないものを、弱毒、1000g 以下で致死的にならないものを無毒と定義して、一覧表が用いられてきた。このため、毒を持つフグであるが、毒を含まない部位を食用とし、 有毒な部位は廃棄する。故に、フグの調理には、専門知識を必要とし、日本では、都道府県の条例で定められたフグ調理師の免許が、ないと、顧客に料理を提供できない。外敵から身を守るため、あるいは、獲物を確実に捕らえるために、様々な生物が毒を持っていて、生態由来の毒は、自然毒とも呼ばれる。 生物自身では毒素を生産する機能はないものの、捕食したいものから毒素を貯蓄する場合もある。代表的なものとしては、貝毒や有毒フグで餌としたプランクトン由来の毒物質を生物の縮により濃度を高め体内に蓄積している。例えば、フグ毒のテトロドトキシンは人間を含む他の動物には致命的な毒であるのに、フグには害を及ぼさない。また、 毒者の毒は消化液が変化し専用の器官に蓄えられたものである。産業用に作り出された化合物が意図せぬ有害な作用を持つ場合もあれば化学兵器として用いるために強力な毒性を持った化合物を積極的に作り出す場合もある。また何らかの人間の活動で意図されず生産されてしまうことがある。公害における鉱毒や 環境汚染などはその最たる例と言えよう。このほか、地中深くにあって、普段の環境では、接することの少ない鉱物などは人間を含む、自然環境にいる生き物にとって有毒な場合も、しばしばである。これは環境に普遍的にあれば、淘汰なり免疫なりで、対処方法も発達したであろうが、従来環境では隔離されていた物質に触れることで、害を受けたケースだと言える。 毒薬の容器、ひつつみの表示例、劇薬の容器、ひつつみの表示例、GHS の低い急性毒性などを示す表彰に本においては、毒物及び劇物取り締まり法及び毒物及び劇物指定例で、医薬、医薬部外品用以外の人間にとって毒にあたる、工業用、産業用、実験用の物質を、生命により、 重篤な影響を及ぼす毒物と毒物ほどではないが不都合を与えうる劇物に分類して、その製造、輸入、販売、輸送、保管などの取り扱い方法を規定し、制限を加えている。これらの物質の装送及び包みには、医薬用外と表示し、毒物の場合は赤字に白文字で、毒物、劇物の場合は白字に、赤文字で、劇物と表示することや、 製造や管理の方法、所持、使用できる条件などを保険衛生上の観点から定めている。また、1回に5 0 0 0ラム以上の指定毒物、劇物を車両で運搬する場合、0.3メートル、平方の板に地を黒色、文字を白色として、毒と書いた標識を車両前後の見やすい箇所に掲げることや、事故時の応急措置などを記載した書面や、 保護具を備えることが定められている。また、医薬品医療機器等法では、医薬品に指定されている物質のうち、効能を示す量と毒性を示す量の差が小さいものを、毒薬、劇薬としてその取り扱いに制限を加えている。また、毒薬は黒地に、白枠、白地をもって、その品名及び、毒の文字が記載されていなければならず、劇薬は白地に、赤枠、 赤字をもって、その品名及び、劇の文字が記載されていなければならないと定めている。その他、有毒物質は種類により、食品衛生法、化学物質の審査及び製造等の規制に関する、法律、労働安全衛生法、農薬取締法によって規制される。また、化学品の分類及び表示に関する世界、調和システムでは、毒物、 劇物を含む指定の化学品の容器のラベルに、その危険性、有害性がよくわかるように、危険の文字、表彰及び、表示対象化学物質名称を付け、有害性情報と危険性情報及び、取扱い方法を文字で示すことが義務付けられており、高い急性毒性を持つものは赤いひし形の枠の中に黒いサレコーベ、 低い急性毒性を持つものは赤い菱形の枠の中に黒いエクスクラメーションマークを描いた表彰が示される。毒性物質のいくつかは原料や反動の中間体など様々な形で利用されている。毒性物質を服用させて殺害する毒殺は歴史的に幅広く用いられた利用方法である。一方で苦痛を引き起こさない毒は安楽死にも使われる。 また殺虫剤や抗生物質は洗濯毒性を利用して特定生物のみを環境中から排除するために用いられる。かつては船舶の船底や低地毛に藤壺など海洋生物が付着するのを防ぐ意図で有機鈴化合物を含む塗料が用いられたがこれは海洋汚染を引き起こす原因として禁止されるようになった。毒性物質の利用例として 工業製品の製造や日常生活等で目にするもののいくつかを挙げる。人体に影響を及ぼす成分であることを逆に利用することで医療の世界で医薬品等として用いられている物質もある。以下はその例である。なお植物に含まれる他の生物に影響を与える成分がたまたま人間の役に立つ場合もあり、これらはいわゆる薬草となる。 キニーネはマラリア治療に効くことで知られ、もともとは19世紀後半にオランダがキナの木の大規模栽培に成功し、その後アフリカでの植民地政策でプランテーションの道具として使われた。トゲや牙により毒液を注入するものと経口摂取や皮膚接触で体内に取り入れることによって中毒症状が現れるものがある。毒の強さの単位として LD50 がある。 対象の動物に毒を注射して、試験期間内にその半数が死ぬ量を表す。ちなみに、LD50 が最も小さい、すなわち最も強い毒は、ボツリヌス菌の産生する毒素、ボツリヌストキシンである。その毒性は極めて強く、ネズミに対する最小致死量は0.0003マイクログラム、キログラム。その他、動物では、サソリ、 すないそう銀着、フグ、猛毒吹き上がえるが、最も強い毒を持つとされている。いくつかの毒には、特定の下毒剤が存在する。毒の持つ、様々なイメージが広く、大衆に流布され、あるいは誇張された幻想が一人歩きしだすと、一種の文化性すら発揮することもあった。こういった毒物の文化性に関しては、これに影響された文学など芸術方面にも、関連するものは、 媒居に暇がない。人類の歴史においても、様々な毒に関する影響が散見される。その一方で、近代科学の観点から、毒の利用で医学が進歩したりといった影響もあるが、古くは、毒よりの害を避けるための実際的な活動は、もちろんのこと、様々な呪術的行為も存在していた。食物において、品種改良以前の原種、または改良後においても、 毒を持つものが多い。食品衛生の分野では自然毒と呼ぶ。日本では古来よりトリカブトから得た毒を武士と呼び、狩猟に用いてきた歴史がある。この武士は神経毒の一種で中枢神経を犯す作用があり、軽度の中毒では顔面筋肉の運動が減って無表情になる。仕込めを意味するブスの語源は毒を盛られて、 見にくくなった要望から来るという論説がある。また、漢字の毒にブスという訓も存在する。名字や地名にブス島、ワル島などがある。毒性は生物種によって大きく異なり、ある生物種にとっては無害でも別の生物種にとっては猛毒であるものすらある。これを利用して人体に害の少ない殺虫剤、除草剤、抗菌剤などが開発されている。 生物種による毒性の違いは、人と生活を共にするコンパニオンアニマルで問題となることがある。例えば、犬や猫にとって、玉ねぎに含まれる、硫黄化合物は、赤血球を溶解し、溶血性貧血を引き起こすため、毒となる。また、チョコレートに含まれるテオブロミンやカフェインも、犬や猫が接触すれば、中毒を起こす。フィクション作品において登場する毒は、 成分がはっきりしている場合もあれば単に毒と言われることもある。色は緑色や紫色で描かれる場合が多い。ロールプレイングゲームなどでは毒状態や毒属性が登場している。毒状態はロールプレイングゲームではよくある状態以上でありこの状態は戦闘中に単時にダメージを受ける、フィールドで歩くたびにダメージを受けるなどという設定になることが多い。 毒属性は、属性の一つで、毒属性が弱点の敵もいれば毒属性の攻撃を半減、無効化、吸収してしまう敵もいる。ありがとうございます。